マトラ MS84 は、マトラが製作したフォーミュラワンカー。1969年の F1 世界選手権に投入された。フォードコスワース DFV エンジンを搭載する4輪、駆動車。MS84 は、ベルナール・ボイヤーの指揮のもと、パリ南西部のベリジー・ビラクブレにあるマトラの拠点で、開発が行われた。マトラによる完全な技術サポートと、 エルフの資金バックアップを受けて、ケンティレルのマトラインターナショナルが運用した。MS84 は、同じく1969年に運用された MS80 とよく似ているが、アルミモノコックの代わりに、交換スペースフレームシャシーが使用され、四輪駆動の全く異なる車であった。エンジンは通常とは逆向きに取り付けられ、ギアボックスはドライバーの直接背後に位置した。 サスペンションは、トニー・ロルトのフォードマスタングのものとよく、似たものが搭載された。ファーガソン製トランスミッションや、その他の装備は二輪駆動の姉妹車である MS-80 よりもずっと重かった。MS-84 は、オランダグランプリでデビューし、ジャッキー・スチュワートが試したが、スチュワートは MS-80 を選択、シーズンの残りで使用した。 MS84 はその後もスペアカーとして持ち込まれ、イギリスグランプリでジャンピエール・ベルトワーズが初めて決勝に使用した。ここで、ベルトワーズは9位に入る。土チュワートがドライブする二輪駆動のマトラよりも6周、遅れであった。MS84 の2度目の決勝走行は、カナダグランプリでジョニー・セルボイコール・ギアバンが6位に入った。ここで、フロントディファレンシャルの故障により、 MS84 はインボードフロントブレーキを備えた重い MS80 となって走行した。アメリカグランプリではトップから16周遅れで非乾燥扱いとなった。MS84 の最後のレースはメキシコグランプリでトップから2周遅れの8位となった。19ポイントはマトラ MS10、57ポイントはマトラ MS80 が獲得した。ありがとうございます。